エムストンが初めて得点を取り、条件が揃えば当たり前のように、エクストリームが発生している12年目。今回は12年目5月から再開です。当たり前のようにということで、早速今回の動画は、松下博を中心にエクストリームが発生したところから始まります。本当は10月くらいにしようと思っていたのですが、フォワードの選手が少なかったので、前倒しで発生させました。スキルは完璧ですが、パラメータが全然なので、しばらくはパラメータ上げが大事になるでしょう。ゲムストンも初得点したファーストステージは、全勝で優勝し、得点は70と大爆発しておりました。7月、トレードが可能な外国人選手、CVO が加入。8月、セカンドステージが開幕します。パラメータをチラチラ見ていきますね。ちなみにディフェンダー佐伯誠は未だにポジション適性が上がっていません。8月には、松下博のスピードが A となり、多少戦力として計算できるようになりました。ゲムストンはこんな感じです。決定力が低いですが、それ以外は、D から C。スピードが D くらいになれば戦力になれそうなんですけどね。グラフはもう世界一レベルなのでどこと戦っても基本無双です。さらに8月、ラッキーエクストリーム発生。トレードが可能な戦力とみなしていない、ミッドフィルダーデライから発生しました。トレードでいなくなるので、あくまでも監督のパラメータの維持のためですけどね。それくらいしかイベントはなかったセカンドステージの結果は、1回負けましたが、得点力は爆発した結果となりました。そして12年目も、世界大会へ、世界一になることが絶対です。今年も全ポジション、エクストリーム発生メンバーで挑みます。激しい点の取り合いでしたが、5対2で勝利しました。2戦目は、ドイツ、世界の中でも一番を争うほどに強いのがドイツです。後半にようやく先制点、松下がやってくれました。1
8対0と、僅差での勝利、しかしピンチはほぼなかったです。大差で負けなければ優勝ですが、油断はもちろん今年もできません。すべてこちらが上ですが、どうなるか、退場者が出たらわかりません。点が入らず焦りも出始めましたが、とにかくシュートを打たせる作戦でガツガツ行かせます。ヒラマス、よくやってくれました。なんとかこれを守りきり、今年も優勝。しかし、12年目はスコア的にきつい戦いでした。スペインとは打ち合い、ドイツとイングランドは1点を守りきるというギリギリな戦い、結果は出し続けていますが油断はできませんでした。そんな12年目が終了、今年も圧倒し、育成もそれなりに進んだ年でした。13年目も育成を頑張っていきたいなぁ。と、言いたいんですが、強制的に日本代表監督をさせられてしまう年、ゲムストンの育成は1年間お預けとなります。選んだのは基本ジュビロの選手ばかりを並べますが、外国人は選べないので、残りはエクストリームが狙えそうな選手を選ぶという形です。最初、中田英寿を選びましたが、フォーメーションが合わないのでエクストリームは起こせないと判断し、代表漏れ。なので選んだのは、小野伸二、市川大輔、中村俊輔の3人にしました。フォーメーションは、ジュビロで使っているものと同じものを選び、代表シーズンに突入したのでした。今回はここで終了します。次回、代表監督をプレイします。いろいろ起こることを期待したいです。ご視聴ありがとうございました。